日本代表の森保一監督が現地時間10月31日にカタールのドーハで開催されたアジアサッカー連盟 AFC の年間表彰式 AFC アニュアルアワーズドーハ2022でアジア年間最優秀監督賞を受賞した画像マナーすらない韓国 MF 日本代表 DF が顔面流血のラフプレー母国批判国民が激怒 森安監督は2018年のロシアワールドカップ W 杯後に日本代表監督に就任し21年の開催になった東京五輪の監督も兼務22年のカタール W 杯ではグループリーグでドイツ代表とスペイン代表に勝利して鮮烈なインパクトを世界に与え16強入りを果たしたカタール W 杯後も日本代表監督を継続している この日の表彰式に出席した指揮官は、日本サッカー協会・ JAFA の田島構三会長と共に登壇するとトロフィーを受け取り、笑顔を見せた。今後、日本代表は24年1月にアジアカップに臨むが、11年大会以来の優勝が期待される。